いけないな。いきなりかよ。よし、本気で行くぞ。特訓の時みたいに手を抜くなよ。わかってるけどさ、少しは加減しろよな。何言ってんだよ。全力でやるに決まってるだろ。レディーファイト。しろよ。何を言ってるんだよ。そんなことじゃ大会を勝ち抜くなんてできないぞ。勝ち抜くも何も、俺は今白棒に負けちまっただろうが。それもそっか。じゃ帰ったらまたたっぷり特訓してやるからな。勘弁してくれ。もしかして君も大会の参加者？勝負するか？返事してくれよ。レディーファイト。えいえい。兄ちゃんか？俺の走りを邪魔しようってやつは。
何を言ってるんだよ。僕は君の対戦相手だよ。やーそこのコーナーを曲がって峠を先に下り切った方の勝ちだ。置いてかれないようせいぜい頑張るんだな。やーコーナーってなんだよ。峠ってどこだよ。これはボンバー対戦じゃないのか。レディにはまともな対戦相手はいないのか。やっぱりあんたも来てたのね。あんたには悪いけど、優勝は私のものよ。で、ちょっと聞いてるの？よかった。やっとまともな対戦相手と会えた。何言ってるのよ。私と戦うってことは、あんたはここで負けるってことよ。言ってくれるな。でも、絶対に負けないぞ。いや、何も本気にならなくてもいいのよ。レディーファイト。
君も大会の選手なの？うん、マミも大会の選手に選ばれたの。ねえねえ、マミと対戦しようよ。それはちょっと。大丈夫、マミ結構強いんだから。それじゃ、行くよ。レディーファイト。ボンバーマン、貴様の命、我がもらい受ける。何？どういうことかよくわからないけれど、そう簡単には負けないぞ。ふん、我も貴様のことを甘く見てはおらぬ。一対一では勝敗はどう転ぶかわからぬでな。我が配下にした忍び猿を連れてきたのだ。よし、なかなか理解が早いぞ、サル。なんか全然言うこと聞いてないみたいなんだけど。レディーファイト。おでっ、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 おでっ
忍び猿が我を裏切らなければ確実に勝てたものを。ねえ、本当にこの猿君の家来なの？無論、見どころがあると思い我が配下にしたのだ。しかし無理やり連れてきたので、まだ我に従おうとはしておらぬがな。それじゃ家来でもなんでもないじゃないか。よくここまでやってきたな、ボンバーマン。だが貴様はここでこのバグロー様の世界征服の第一歩として破れ去る運命なのだ。なんだと？そんなことはさせないぞ。なあ威勢だけはいいな。では勝負だ。レディーファイト。今日はこの辺で勘弁してやろうではないか。はあ？だが次は見逃さんぞ。覚悟しておくのだな。ではまた会おう。やってきたわね、ボンバーマン。でもあなたの活躍もここまでよ。これからはこのデラルの美しさが全宇宙の伝説になるのだから。おお最後まで最後まで変なやつが相手なのか。あら失礼しちゃうわね。うわ気持ち悪い。早く対戦しよう対戦。あら、ウブなのね。さあ、私の美しさの前にひれ伏しなさい。おレディーファイト。
こうして数々の苦難を乗り越えて見事大会に優勝したボンバーマン。しかし油断をしてはいけないぞ。この世界には悪い奴らはたくさんいるのだ。頑張れボンバーマン。負けるなボンバーマン。世界の平和は君の手にかかっているのだ。